はい、それでは10月19日の3問に入っていきます。不動産登記法のまず問題ですね。権利に関する登記の申請をするときは、申請人またはその代理人は必ずしも登記所に出頭しなくても良いので、郵送により登記申請をすることができる丸か×かという問題です。この問題考えたい方は一度動画ストップしていただいて、この動画の下の概要欄の方からこちらの問題の内容をご確認ください。で、答えは丸です。登記の申請方法っていうのは、登記所、登記所っていうのは法務局なんですけども、この登記所に足を運ばなくても郵送やオンラインで申請することができます。よって答えは丸になるということですね。もちろん添付書類も合わせて送る必要はあります。そして登記事項証明書、いわゆる登本と呼ばれるものは、不動産の所在地だったりとか、地籍などの物理的な内容、また不動産に付着している、ついている権利、抵当権とかそういったものですね。そういった内容を一般に知ってもらうためのものなので、誰でも請求できます。この点も合わせて頭に入れておきましょう。で、問い2に入る前なんですけれども、まだチャンネル登録していない方は、この動画の下のチャンネル登録のボタン、クリックしていただいて、チャンネル登録していただければと思います。で、問い2ですね、重要事項説明についてです。取引士 A は、重要事項の説明の際に、相手方が特に要求しなかったので、取引書を提示せず、また、交付する書面にも、記名押印をしなかった。この場合 A は10万円以下の過料に処せられる丸か×かという問題ですね。で、答えは丸です。10万円以下の過料になる場合っていうのは、取引士に関する事由だけなんですね。宅建業者については10万円以下の過料っていうのはないんですよ。なので、覚えやすいと思います。また3つしかないので、ちゃんと頭に入れておきましょう。1つ目が、登録少女処分を受けたにもかかわらず、取引書を返納しない。2つ目が、事務禁止処分を受けたのに、取引書を提出しない。で、3つ目、重要事項説明の際に取引書を提示しない。この3つですね。で、今回は3に当たります。重要事項説明の際に取引書を提示しない。これに該当しますので、10万円以下の過料に処せられる。だから、丸になるということですね。で、ちなみに、相手方がこれ提示を要求しなくても、また見せなくていいですよって言ったとしても、重要事項説明の際は取引書を提示しなければなりません。つまり見せないといけないということですね。で、この点は監督処分の分野でも出題される可能性ありますので、覚えておきましょう。で、問い3ですね。開発許可の処分について不服があるものは、都道府県知事に対して異議申し立てをすることができる、丸か×かという問題です。答えは×です。開発行為の不許可の処分に不服があるものは、開発審査会に対して審査請求ができるんですね。で、今回の問題は、都道府県知事に異議申し立てってなってるんですよ。なんで、都道府県知事ではなくて開発審査会なんですね。で、異議申し立てってこれ書いてあるんですけども、今現状ですね、異議申し立ての制度もうないんですね。今はもう審査請求に変わっています。なんで、これからの試験で出るってなると、ここは審査請求に変わって出題される感じですね。おそらく引っ掛けるのはここですね。都道府県知事に対して審査請求することができるっていうふうにおそらく変えて出題されてくると思いますので、都道府県知事じゃないんだと、開発審査会なんだというふうに、これはもう覚えていただければ大丈夫です。今日も3問最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。また、明日動画アップしますので、ぜひご覧ください。レトスの小野でした。